どうも、ハンサムクロジです。今日はですね、皆さんにクイズです。2019年、僕いろんなスイーツとかデザートとか甘いものいっぱい食べてきました。コンビニのものもそうですし、ちょっとしたね、お土産のもの、値段高めのスイーツもいっぱい食べてきて、動画にしてないところでも甘いものを食べて、食べに食べながらこうなんとかね生きてきたわけなんですけど、そんな僕が一番大量に食べた甘いもの、まあ甘いものデザート、そうですね、ちょっと小腹が空いた時に食べるようなもの小腹が空いた時に食べる甘いもの、はい、まあ、そういったものは何でしょうかっていう問題です。皆さんわかるでしょうか。これ絶対にわからないと思うんですよね絶対にわからない問題なんですけど、これわかるかな。まあなんだろう、朝ごはんでよく食べられるものかな、そうやってコーンフレークじゃないかって思ってるかもしれないですけど、でも夜に食べてもいいんですね。じゃあコーンフレークじゃないな。一人でミルクボーイやってもしょうがないんで、まあ何を食べたのかっていうのをもう発表しちゃいますけど、こちらです。じゃん、明治ブルガリアヨーグルト、そのまま美味しい脂肪ゼロ、こちらです。これをもうものすごく食べました。僕近所のスーパーで安いと、もうため買い、買いだめして、でこれをもうずっと食べ続けてましたね。もともと僕ブルガリアヨーグルトがすごい大好きで、もう遡ること10何年前、どっかで喋ったことあるかもしれないですけど、僕中学生くらいの時はもう水の代わりに食べてました、ブルガリアヨーグルトを。飲むヨーグルトじゃないですよ、このサイズも 400g、 これを喉が渇いたら食べるっていう暮らしをしてまして、で、まあ、ヨーグルトをね食べるとどんな効果があるかっていうと、僕の場合はですよ、僕はもともと花粉症でした。花粉症というかもうアレルギー性鼻炎、盛岡に住んでた小中、その前からかな、保育園通ってた時から花粉症で、鼻も出るんですけども目がずっと痒いっていうね花粉症だったんですね。それが一回治ったんです。これを食べ続けるっていう習慣を実行してから、それが一回治って、まあその後ちょっと紆余曲折あって、このヨーグルトの役割がアクエリアスになって、次にベジータベータになってみたいな、なんかこう水代わりに摂取するものがこう入れ替わったんですけど、また戻ってきたんですよね、このブルガリアヨーグルトに。今も本当にちょっとお腹空いたら食べてます。これを1個丸々食べるっていうのをやってます。はい。で、まあ、これ何種類かあって、プレーンのブルガリアヨーグルトと、でこちらの脂肪ゼロのヨーグルトと、カルシウム入りのヨーグルトと、あと甘み付きっていう甘さのあるもの、これ4種類ぐらい販売されてまして、僕のベストはそのカルシウム入りのやつなんですよね、っていうのがベストなんですけど、まあ、なかなかこうカルシウム入りのやつ売ってなかったり、売ってても安くなかったりするので、脂肪ゼロを買いました買いましたっていうか、脂肪ゼロも一生懸命食べ続けてました。それとでもこれだけだとね食べれないですね、僕もさすがに。ちょっと甘さがないと、僕甘いの好きですし、まあ、クイズは食べ続けた甘いものは何でしょうっていう話だったと思うんですけど、これだけじゃ甘いものにならないと。ということで、僕はこのヨーグルトにいつも入れて食べてたものがあります。さあ、何でしょう？シンキングタイム、スタート！タタ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 はい、シンキングタイム終了です。正解はこちら、じゃん、日清のゴロッとグラノーライチゴ尽くし、これをヨーグルトに入れて食べると、これが僕のベストのヨーグルトの食べ方ですね。まあ、グラノーラ何がいいかっていうと、まあやっぱり美味しいサクサクしてて甘くて、でいちごのねちょっと酸味もありつつ、
これはいちごじゃない、いちごね、いちご、いちご、いちごの酸味もありつつ、あのすごい、まあ、栄養バランスもいいですね、栄養の五角形がいい感じ。まあちょっとその糖が多いですけど、まあ、食物繊維とかもありますし、すごい美味しいんですよ。まずいちごっていうのがヨーグルトに合っててすごい美味しいっていうのと、あとね、あの他のグラノーラはあのドライフルーツが結構グニグニ系が入ってたりするんですよね、まあ、それもそれで美味しいんですけど、レーズンとかあとリンゴとかちょっとグニグニあるとちょっと邪魔ですね、食べてる時に、個人的には。なのでこのもうサクサクだけのゴロッとグラノーラ、これをかけて食べる、まあ、混ぜて食べるっていうのが僕のベスト。でこれをもう本当今年は2019年本当ずっと食べ続けてました僕は。何があってもこれ、はい、これと甘いもの以外の話もしますと、あと納豆、メカブ、トマトジュース、これですね。これをもう朝食べ続けると、ちょっと最近は見られてきてるんですが、それをもう毎日食べ続けるっていうことで、なんとかね体重が増えないように生きてこれましたね、健康に。ということで食べましょうめちゃくちゃ喋った。で僕これ作る時もちょっとこだわりがあって、この、まあ、内蓋ですね、内蓋取ります。で、まあ、昔からそうしてたんですけど、先に混ぜちゃうってね、固まってるので、ね、ブルガリアヨーグルト固まってますから、先に混ぜてちょっとほぐしておきます。もう1個食べるの前提なのでね、お皿とかにも開けません、このまま食べます。スプーンはちょっと長めのものを用意した方がいいですね、短いとほんと全部使っちゃうんで。この分混ぜますから、この深さで、そこにこのグラノーラを、表面が見えなくなるまで結構入れます。食感はあればあるほどいい。食感はあればあるほどうまいですから。でこれを一気に混ぜると、混ぜるんですけど、ここで大事なのがやっぱりグラノーラがサクサクのうちに食べきるっていうことですね、はい、しけっちゃうとやっぱ美味しくないです、食感が命。とにかく手早くこう混ぜてですね、どこをすくってもグラノーラのサクサクが、グラノーラっていうか何でしょう、シリアルですかね、うん、シリアルの、どこをすくってもシリアルのザクザクの食感がこう来るように、均一に手早く混ぜて、で、すくいます。はい、見てください、わあ美味しそう。これがもう僕のベストスイーツですね、2019年。めちゃくちゃヘルシーなんですけど、ベストスイーツで、これ食べるとですね、まあ、サクサクした食感楽しめますね。で、グラノーラ自体の甘さを感じられます。で、ヨーグルトのね、あの味わいもしつつ、たまに、ごくたまにですよ、全部常にイチゴっていうわけじゃないですか、たまに口の中にイチゴが入ってきた時のなんかふわふさサフっていう食感とイチゴの酸味を楽しむっていうのがね、醍醐味です。いただきます。聞こえましたか、このザクザク、うまっ。グラノーラね、ちょっと高い、値段的には500円から600円くらいします。でもこれは本当大事、砂糖とか入れるより全然いいですと僕は思ってます。はい、わかんないですけど、すっげえ詳しい人からしたら、なんかグラノーラはマジで体に悪いみたいな、病院の売店にいる人みたいな感じでね、これ全部毒なんですよみたいに言う人いますからね、そういうのは気にせず好きなもの食べるっていうのも大事です。気にしない人は気にないんですよ、本当に。何が体にいいとか悪いとか、一番大事なのは本当水素水、意味ない、
そんな風に言う人います。実際意味ないですきっと。でもいいと思って摂取する、そういうのも大事なんじゃないかなって思いますね。これは多分体にいいと思うんだけどな。あ、美味しい。はい、ということでね、あの僕の2009年話なんですけれども、2019年の僕の一番食べた甘いもののお話でした。すごい美味しいです。美味しさで言ったらちょっとまたなんか話伸びちゃいますけど、本当はね、美味しさだけで言ったら脂肪ゼロより普通のブルガリアヨーグルトが美味しいです。やっぱ脂肪が入ってたのが美味しい、それは本当事実です。ただここで脂肪ゼロをチョイスすることによってこう罪悪感をねちょっとだけ抑えるっていうね、そういう効果もあります。気になる方はぜひ試してみてください。この2つです。はい、というわけで以上、ハンサムクルージュでした。バイバイ。